難波で公演見てきたんですか？お疲れ様です。こんばんは。今日ミーキーいたでしょ。楽しかった？こんばんは。ようこそいらっしゃいませ。ドラマ最近始まったやつをちょいちょい見てます。TVerってほんと便利だなって思う。だいたい1話見逃しがちじゃないですか。それが全部そこにあるからありがたい。こんばんは。お、配信で見たのね。こんばんは。ようこそいらっしゃいませ皆さん。少しずつ人が集まり始めてきました。早いよね、始まってすぐ70人。ドラマの1話は本当大事だと思う。でも次面白くなることを期待して2話見て、また次を期待してって見ちゃう時はある。こんばんは。もうすぐ100、本当だ。そう、結局全話見ちゃう。あとたまにさ、10話まで見て、あれ？これで終わり？とか、あれ？何やったん？みたいなとかない？絶対あるよね。愛しい嘘って何？知らないな。なるほど、3話まで。あと私たまに早送りで見すぎて何言ってるか分かんなくて、んで話の内容も入ってきてなくて、よく分かんない時はあるかもしれない。こんばんは。こんばんは。昨日、ん？昨日始まったドラマって何？最愛の次ってこと？何のドラマか教えてほしい。後で見るかもしれん。怖いドラマ好き。今日もみかん食べながら、私は途中みかんともう一個みかん持ってきました。今日もこの皮が硬いタイプなので。こんばんは。あ、マイメロだ、かわいい。あ、トーボーイ、 F で合ってんのかな読み方。そうだそうだ、それ見なきゃ。それ何枠だろう、日テレか。
そのキラ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 っていうコメントさ、この間ミーキのコメント、ミーキのショールーム行った時にコメントしようと思ったら、そのなんだろう、見本かな、わかんない、これで送れるよみたいな、タッチしたらそれで送れるみたいな欄にあった。どういうつもりなんだろうね、そのキラキラは。こんばんは。これ口紅塗るんじゃなかったな、リップも食べてるわ。オレンジジュース差し入れください。でもリンゴジュースの方が好き。そう、ツイッターにさ載せたけどさ、ランク落ちたんよ。なんだスプラトゥーンの、もう本当にショックね。もうさ、こればっかりはさないよね。なんかチームーンが今日は最悪すぎて、もう味方をさ悪く言いたくはないけどさ、もう完全にふざけてる味方ってたんまにいるのよ。だってあなたもさランク落ちるけどいいのって思っちゃうわけ。ゲームにここまで本気になりたくないけどさ、どうせやるなら本気でやりたいじゃん。あ、そう、ダイバーのドラマ見ようと思って、なんかやったことない方は多分想像しにくいと思うんですけど、インクを塗らなくちゃいけない目的の場所があるのに、で目的があって4人4人で対決してみんなわーってこっちに行くんです。そしたら今日その1個負けた原因、私一人だけわーって言って他の3人違うとこ行ったの。え、もう本当に全く塗らなくていいところを塗りに行っちゃって、え、待って待って待ってみたいな、勝つ気ないじゃん、嘘でしょって。あれはショックすぎた。だからさ、私だけ一人やられてさ、そのまま負けた。みんなやる気だか誰だか分かんないの。初なのかな、やだもう本当に。なんか連敗が続くと何ってなる。あとはそのゲームのルールでなんかめちゃくちゃ人が少ない状態が続くと、だから相手からやられすぎちゃったらランクがね変わらない時が、キープしてくれる時があるんですよ、任天堂さんが。明らかこっちバンバンやられてんのにさ、そのままひび割れして落としやがった。っていう話でした。そう、負け続けるとさモチベーションガタ落ちだで。ふう、そう、
ルールはね、ルールじゃ、ルールでもないけど、ルールがあるからそれに向かって頑張ろうって思いました。こんばんは、土曜の夜ですね。珍しいコメント。土曜の夜ですね。そうですね。いや、負けても荒れないんですけど、なんかさすがに 3、4連敗した時、今日して、え、もうそれは怒らないで、いや待って待って待って、いやおかしくないって、どうしてそうなったって、ゲーム機にいっぱい言いました。で、さっきはいっぱい買ったからちょっとあの気分がいいです。あ、これあったかいよ。え、桃鉄とかほんと一番やり方わかんなかった、あれマジマジ、あれ何なの。勝負で負けて怒ってしまった時が本当の負けだって。えーん、いや、そう、ゲームに怒るのはさすがにまずいと思って、さすがに怒ってない。ただ文句はブーブー言ってる。ちょっとおかしいってそれは。みかん2個目、こんばんは。あ、人生ゲームがベースなの？え、でも私はあのボードゲームがいいな、人生ゲームの。なかなかさ、しないじゃん。私もなんか 1、2回ぐらいしか多分やったことないけど、あれすっごい楽しいと思うの私。ボードでくるって回してさ、車こうやって乗せてさ、やるやつあれ好きなんだけど、ああいうのやりたいな。あと普通にカルタとか。あ、マリオカート私したんだけど、あのいとこに借りて、でも操作方法マジわからんくてやめた。あの DS 初期のマリオカートで私はずっと楽しんでた人で、であれすっごい操作楽なんですよ。だからそれの感覚でやろうとしたらめっちゃなんか揺れる、揺れるっていうか進化しすぎてわからんくていいやって。ん？ごめん、よそ見してた。結婚はいいよいいよ、いらないいらない、大丈夫大丈夫大丈夫、まあまあ落ち着きなよ。あ、ねえ、そう、ゲーセンのさマリオカートめっちゃやりたいんだけどさ、なかなかさ一緒に遊ぶ友達にさ、なんかマリオカートやりたいってあの言い出せないから、誰か一緒にやらん。マジでマジで。ゲーセンにいてさ、わあいいなーって思うもん、あれ。あ、ストーリー重視のゲームはあの本当にやり方わからなくて、あの歩いて何か進む系は、だから一発勝負のがやっぱ好きですね私は。なんか髪の毛、ん？あ、皮だった。UFO キャッチャーに何撮ったの？
あとね、だからね、太鼓の達人とかも実はやりたいのけどさ、やろうって言える子がいなくてさ、結局いつもプリクラ撮って終わっちゃう。サンリオのコラボ商品あったんだ。へえ、いいね、ゲーセンね。あ、RPG ってロールプレイングゲームって言うんだ。 RPG って何だろうって思ってた。待って、みかんさあ入ってさ、咳するね、ごめん。あ、いろいろ騒がしいな。レイトン教授はあれで知ってる、 DS 友達が持ってたけど何かは知らない。キャラクターは浮かんでる。リラックマの、リラックマのガチャガチャのミニチュア、どういうこと、どういうこと。でも取れたのかな。じゃあだから荒野行動も、あのもう降りた瞬間パーンって、だからもうやりません。もう私はツムツムでいいんです、ツムツムで。うちの洗濯機なら何だと思ったら違ったらって。ごめんごめん、うちの食洗機。私つむつむのランキングずっとあの2位なの、本当に。どんなに頑張ってもに。あ、テトリスね。テトリスもたまにやりたくなる。あ、体験版も十分いろいろあるよね。ぷよぷよもやった。でもあれさ、やっぱコンピューターと戦うと楽しくないね、あれね。なんかやっぱ誰かと対戦したいかも。あ、ね、エーペックスって合ってんのかな。あれさ、この間夜中じゃないな、12時前にさ、カノエコさんがさ、あの生配信やってて、それをチラッと見たんだけど、何やってるかよく分かんなくて、あれも一応戦うゲームなのかな。なんかよく流行ってるなーというのは知ってたんだけど、フォートナイト系なのかな。あれもなんかすぐやられるからやめた。ああ、荒野行動みたいなものね。あー、ゲーム機は他は DS と Wii ですね。何、 FPS というジャンルのゲーム。ほー、でも Apex 見てなんかすごい、何これ、 なんていうの、超綺麗、綺麗すぎてびっくりした。すごいリアルでさ、ありゃ驚いたぞ。めっちゃ喋ってるし。こんばんは、みかん食べてます。すごいね、いろんなゲームがあるんだね。で、私が最後に買ってもらったゲームは Wii なんですよ。 Wii の後に
DS とかが出たっけ、それなら 3DS かな。そう、でもうちの家族がそのゲームやる人じゃないので買ってとも言い難いじゃないですか、高いから。そうだからいつか絶対買ってやるぞって思ってて、で分かんないけどもいつか買うの我慢の限界が出てきて、あもう限界がね突破してしもって買いました。もう今までゲームやりたいって持ってきた欲が今全部出てしもって。あーソフト高いよね。まあでも高いなって思うけど、でもそれだけたくさんの方の手が加わっていいゲームなんだろうなと思い買うよね。ナッチを見た時の感想も綺麗すぎてびっくりしただったかもしれない。座布団100枚どうぞ。アンリアルエンジン、何それ、ちょっとカタカナ思いちょっと忘れちゃうから、なんてアンリアルエンジンって何、メモした。アンリアルエンジン、アンジアルエン、ダメだ絶対覚えれない。わあ PS5 いいなあ。れさ、新しいゲームとかさ、新しいゲーム機じゃないと遊べないみたいな、あれきついよね。どんだけ買ったらいいんだろう。うん、うん、え何 PS5、 PS、 あなんだっけ、プレステだ、プレステ、プレステもそんないろんなゲームあるんですね。なるほど。だから例えばだけどあれもさ PS プレステ、あのデトロなんかカムヒューマンみたいなアンドロイドのやつ、こんばんは。あえてレトロゲームをするのもあり。え、そうだよな、 DS 初期に一回戻ってみるとめっちゃ楽しいよ本当に。あ、これは1個でしょうか2個でしょうか、たた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 、1個でした。あ、 PS4、 へえ。だたまにさ YouTube のさで今まで実況動画の面白さを分からなかったんだけど、いろんな人の見てみて、あーこういうゲームなんだ、でも私には、あそうだ、私にはできないことをさその人はできてるから、もしかしたらめちゃくちゃやり込んでるゲームとかだったら、あーそうじゃないんだけどなーとか、あーそうそうみたいな、うん、そういう楽しい見方もできるのかもしれないけど、スイッチ2台も持ってんの、いいのって弟が言うと思う。へえ、ワカポンがデトロイトか、デトロイトビカムか、それ実況してんだ PS4。 うん、うんうん、昔のゲームの方が分かりやすいは、まああるよね、分かる分かる。
ちょっと待ってね。よっ、重たい腰が。よいしょ。はいはいはい。いやそうだからさ、私がさゲーム実況してた時さ、へっぽこのヘタ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 子ちゃんだからさ、誰もあの楽しないのよ、私だけなのよ。でさ、あの実名でやる人ってあんまいないんだね。私あのリナーでやってるんですけど、なんかみんな変な名前ばっかり。あ、電車でゴー知ってる、知ってるよ。あ、私ゲーセンの電車でゴーを知ってるっていう話なんだけど、それじゃないのかな。え、変な名前多くない？こんばんは。え、そう、自分のことバレたくない。そう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 、別にいいじゃん、顔見えてないんだから大丈夫だって。ポップミュージックはない。ショベルカー？んー、アプレステでもあるんだ。ね、電車でゴー大人から子供まで人気だよね。あそこのさ、中にいる、中にいたっけな、なんか謎の美少女キャラが気になる。あ、みかん食べてます。あの結構皮が硬くて、なので頑張って食べてます。ん？シミュレーターゲームってどんな？ショベルカーで金魚すくいとか。は？カレーを予想ゲーム？絶対嘘じゃん。そんなのあるの？あー、野球のゲームはやったことないですね。何？捕まった駅になかなか止まれなかった。そんなのあるんだ。泥棒になったり警察官になったり、そういう体験型の。へー、全然ピンときてない、やばい。だし、あとさっき言ってくれた、誰かが言ってくれたカタカナのさ、なんだっけ、もう忘れちゃった、エンジェルみたいなえ、なんだっけ、あーから始まった気がする、カタカナの。もうほんとWii でめっちゃやったよね、テニスとか、あとマラソンとか。そう、 Wii スポーツか。あ、そうそうそう、アンリアルエンジンほら、エンジェルみたいなアンリアルね、アンリアル。オッケーオッケーオッケー、もう覚えたよ。へえ、自分で名前決めれるゲームいいよね。あ、テロップに書いとく。でもびっくりしちゃうじゃん、何言ってんのかって。そもそもそれを知らないのに。What's What's Mophia? まあ？なんだそれ。もうわかんないよ私。ん？マトリックス、そんなすごいの？幽霊調査？どんなゲームなの？
あ、ボンバーマンね。あれもちょっと焦らん？数回やったことあるけど。すみませんね、ゲームわかんない人置いてけぼりにいっぱいしてしもてねえ、ほんとに申し訳ないわけど、知らないゲームがいっぱいあるんだね、ほんとに。あ、そう、マリオ行きたいな、ユニバの抽選で外れた、この間。え、そんなチーム戦とかフルボッコ悲しい。うん？あ、チョコミントはちょっとね、苦手なんですよね。あ、サウンドノベルの428。え、そう、でもさ、 Wii 今絶対ホコリかぶってんだよね。 Wi-Fi にもつないでないし、電池も絶対ないし。ちょっとさ、ずっと書いてくれてるよね、青タコちゃん。あの、後でさ、ツイッターにあの書いといてもらえますか覚えられへん。ユニバ？ユニバって大阪のどこら辺にあるの、あれ。電車でさ、あの行ってるからわかんないな。でも海の方だよね。海、あー、どこだろう。え、そうそう、桜島とかさ、全然私にはご縁がない区なのかな。なんて呼ぶの、その漢字。何区？やばい。この花区、この花区だって。どこだろうね。とりあえず、行きたかったら大阪駅から1、2番線どっちか乗ったらいけるよ。たまに西九条で乗り換えなきゃいけないけど、こないだ乗り換え損ねた。弁天町に着いた大阪市此花区。え、大阪出身なのに、だって週行かないんだもん。東京23区どれくらい知ってる？分からん。どれくらいだろう。全部知ってんじゃん。でも、なんか自分の場所が何区とかはあんま考えたことなかったかも。大阪市には24の区？そんなあんの？知らないんだけど。この花区はじゃあ覚えた。区？区があんの？市じゃなくて。いや、でも大阪市なんちゃらだもんね。区わかんね。
え、ナンバー？ナンバーって区なの？千日前じゃないの。何枠とかないでしょ絶対。あ、中央区？うん、確かに中央区千日前って書いてるわ、ファンの方からの手紙とかに。うん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 。もう自分の住所しか覚えてない。ポテトチップスにも見える？みかんだよ。あと3つしかない。何枠もあんだ。よっしゃ。西成区、なるほど。はあ、何枠にご丁寧にひらが振りがなを振ってもろて。みかんがなくなったら配信終わりとかないよね。どうでしょうか。こんばんは。天王寺も区なの？野瀬町で会ってんのかな。びっくりした。俺んち住所っていうの、俺んちの住所を言い出すのかと思った。花店でしょそれ。それだけは覚えたで。0048っつったら場所限られちゃうんじゃないの。その南になんちゃらってなんだっけ、キリウリアリ、なんかカモみたいな、なにそれ、なんだっけ南の、うん、思い出せん。重曹。洗濯物干してたの。そう、クイズ大会勝手に始められちゃって。南辰巳、あー行ったことないかな。清中東南方。うっそー、西中島南方。市議の知らぬ。行ったことあるかな。いや、ないでしょうね。ノエは合ってる？わかんない。西中島南子と聞くと、なんで？本当に怖い地名だね。確かに最近みかんの食べ過ぎでイエベになってた、なってきたかもしれない。イエベ。イエベで通じる人いんのかな。個人的には今のツボなんですけど。
とさ、ティッシュさ、おいしょ、重たい腰を上げながら、うん、テレビ映った、うわみかんの汁がつきました。国内でどっか旅行したい。沖縄行きたいな。しばらく行きそうにないな。もう何年も行ってないもんな。行きたい、めっちゃ行きたい。うん、あと北海道に行ったことがないので行ってみたい。いや、釧路駅でファンミーティングは迷惑でしょ、完全に。あの無人駅で人が集まるってやばいよあ、NMB のおかげでいろんな場所に旅行行けたのはいい思い出。ありがとう。こちらこそだよ。その遠征、ありがとう、来てくれて。ラ・フランスは、そんな食べたことないんですけど、私の釧路里奈のリーが梨の字なんで、梨の絵文字をつけてます。あー、食い倒れタコミは知ってる。タコミ作ったのが西中島南方博士。そうなの？会社の旅行って楽しい？こんばんは。お疲れさん。皆さん初見の方がいらっしゃいましたよ。お、ようこそいらっしゃいませ。どうも、釧路里奈です。よかったらフォローしていってください。いらっしゃいませ、ありがとう。トム美味しいですか？僕も好きです。ですって。一応初見です。どうもありがとうございます。すいません、なんてこと喋ってるわけじゃないんですけど、一つだけ言えるのは、みかんをずっと食べてます。どうぞよろしくお願いします。お、サイピーをしてます。だってサイピーのインスタグラム見るたびに綺麗すぎてビビる。うん、ライブとかよく行ってた？ありがとうございます。うん、みんなみんな、また初見の方が来たよ。どうもどうも、こんばんは。ナノさん推しだって。あの歌の1位おめでとうございます。
ようこそようこそ。有利推しだった。どうもどうも、同期です。みかん食べ終わっちゃった。ちょっとウェットティッシュ取ってくるわ。ちょっと待ってて。この三脚がめっちゃ手ペトペトするね。あ、もともとサエピ推しだって。じゃあ B2 か M か公演来てくれてたかな。ちょちょお待ちを。よいしょよいしょ。お疲れ様でしただって。ありがとう。みかん、リーナちゃんって呼ばれた。なーに。え、また初見の人来てくれた。どうもどうも、ようこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。他のグループの方、あ、他のグループっていうのは NMB48 のファンじゃない方がいらっしゃいまして、ありがとうございます。ようこそようこそ。お好きなこと書いてください。ウーロンちゃんもこれしかない。ですよ。拍手がいっぱい。3人の初見さん、知り合いなんだ。仲良くしてくださいね。すいません、8期生はちょっとまだちょっと全然見れてないです。次はもう食べないよ。いっぱい食べたもん。今日めっちゃ食べたもん。おお、初見だと思いきや、さっきコメントしてくれてた。出た、このキラキラ。ユナナ、名前、名字はわかんない。名前わかるよ。顔もわかる。今はレイちゃん推し。おー、コロ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 いっぱいですね。よろしくお願いします。レイちゃん、すごい、みんな過去の推しメン教えてくれる。あ、早川ちゃん、ナナさんとアイリちゃん。なるほど。 M だな。 M が好きだったかな。そういうわけでもないかな。吉田あかりちゃん、田中みな実も知ってました。なるほど。卒業してますね。ねえ、本当に。明日ナンバトル2の詳細発表。なるほど。どうぞよろしくお願いします。私は全然関わりないでございますが、今でもリナッチ推しです。棒読み、なんで？なんで棒読みなん？
だみんなさ、みんなっていうほどでもないけど、推しのさ名前さちらほら書いてくれてるけどさ、私の名前が上がってこない、私の名前が上がってこない。うんうん、上がってくるまで喋らん。来た、いっぱい来た。誰だよちなっちって、誰だよ、やり直しだ。ちなっち推し、はい、合格。冠ライブあれ良かったよね、楽しかった。永遠の推し、推しの推しが違うのでやり直し。おかしいな、私の推し面、私を推し面にしてくれてた人がいっぱいいるはずなのに、なんか全然さ数えるぐらいしかないんじゃない？ 1… あ、棒読みはちょっとね、うーん、1234ちなっちは脳幹、4567 8、あ、もう分からん、分からん、もう。冠公演3回やらせてもらいました。3回、あのあれ企画書書かなあかんのですよ。通った、通らせた。私の層を作った劇も冠ライブです。結婚してって、なあ言ってば、もう。誕生日まで待ってって言おうとしたけど、誕生日に送られるのも嫌や。おお、レイニャン推しだったんでリナッチを見つけて、リナッチ推しになりました。だってよっ、ありがとう。にゃん元気かな。あー、とどとどさやかさんにね、あれあれいいよね、誰よりも高く上げてくれるんだから。私とウーカーをしてました。ハワーくん、どうぞこれからもウーカーをよろしくお願いします。コメントが止まりました。シーン、みんなが寝てしまいました。お休みの時間でございます。お、遊びに来たよ、ようこそ。最後の冠行きました、ありがとう。おお、芝居現役時代2回見に行った、ありがとうございます。皆さんどうもどうも、お、あの、おかえり。おはよう。24時過ぎても配信できんのかな、わかんない。
どう仕様が変わってるか。なんかこの NMB の時から使ってるアカウントで、これだからさ、どうなんかなと思って、もしなんか何か設定とかがあるならさ、ね、12時までなんでしょあれ。自分で設定なんか変えられないからさ、じゃあまあいつかやるわ。できるかな。お、卒業公演はなんとか当選した、ありがとう、当選した、おめでとう。ハートいっぱい来た、また来た。2月5日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 にやるとは言って、何やのにぴょん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 。ハートの数バグやん、すげえ。こんばんは、さっきも言ってなかった、気のせい。みんな今何してんだろう、もう寝たかな、なんだろう、みんな何しながらこれを見てるか、つけてるか、お風呂に入りながらか、それとも洗い物をしながら、明日の準備をしながら。あとはなんだろう、置いてるだけ。ごめんやん、私が大した話せんから、みんながさ、なん、じーってじーって見る、イラスト描きながら、いいね、寝ながら見てる人多くない、テレビ見ながら、なんの、みなっちのショールームに釘付けです、かわいい、タコ、タコはいらん、タコはいい、タコはいいです、いやあのタコかわいいんだけどさ、タコは好きじゃないんだよ、もっとさ、私が言うのあれやけどさ、他ないの。鼻にスマホ落として、やばい、痛っ、痛っ、それは痛いんだけど、普通に痛っ、大丈夫大丈夫大丈夫、私は鉄棒に思いっきり鼻を打ったことがあるけど折れなかったから大丈夫。冬に、あ、アイス、アイスな、最近食べないな、あんま食べないですね普段、しかも縦で。じゃあこう落ちたの、こう落ちたの、じゃあ鼻がめちゃくちゃ高いのかな、鼻に直撃、でもそっか、まあ最初、おーおーおーおお、鼻に当たるか、そりゃ、いやでもおでこの可能性もある、
あはは。寝ながらこう見るのは危険だよね多分。こうなんか台に置いてこうやって見るしかない。トルクっていう頑丈なやつ。よく分からん。みんな寝ながらよく見えるんだね。私は肘が痛くなる見方をしてます。寝転がってこう寝ては見ないかな。あ、皆さん初見の人が来ましたよ。こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。はい、この配信では初見の方を歓迎しておりまして、みんなで初見の方が来たらこちらで拍手をねしておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。シャス。ほらやっぱみんな起きてるじゃん。みんな絶対寝たと思った。あ、じゃあついでにあとフォローもお願いします。みんな起きてんじゃん。もうじゃあもう静かになったと思ったら初見の人来たよって言おう。起きてるよって、絶対あっあっってやってるやん。いや初見詐欺はね大丈夫なんだよ。初見っていうマークがつくから。ほら寝た、ズーズーズー言うとる。わしも寝ようかじゃあ、ゆーらゆーら。ん、まだ寝ないで。だってごめん寝る。でも寝落ち配信あかんらしいで。まあ、するつもりもないけど、する人いるんかな。子守歌を歌ってみる。わろた。寝落ち配信ありますよ。だってでも何かとさ、その説明にさ寝落ち配信はダメですみたいな、誰かが切ってくれんのかな。でもやだよ、ちゃんとランキングを読んでまた明日ねって言ってから。お休みしたいじゃんね。ショールーム警察に切られる。だってじゃあもう配信できなくなっちゃうかもね。へえ、リスナーが通報するわ。へえ、いろいろあるんだ。なるほど。朗読劇の公開可能な情報は明日稽古です。おう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 、なんかいっぱいタコの代わりか。
馬だって。私何も食べてないよ今。え、なんかバラも来てた。馬ってね、馬って何？え、ちゃうやん絶対。馬ってさ、あれやん、カラオケ配信とかしてる人にあげるやつちゃう？違う？絶対そうだって。タナミンさんとちらっとお話ししました、顔合わせの時に。いくつになったのって言われた。大きくなったねって、大きくなっただろうねって。ほぼ初めましてですよねっていう話をした。そう、これからどうなるか楽しみな。面白いお姉さんですか？おう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 。そう、主も出られますぜ。舞台のお稽古始まったら配信は無理しないでねって。まあなんと優しいおコメント。でも24時間さ稽古するわけじゃないし、あの何盾とかさ、めっちゃダンスみたいな多分する予定はなさそうだから、多分体力は大丈夫なはず。あとは体調に気をつけます。皆さんも気をつけてね。そう、前回の朗読劇さ、前回さ、なんであんな筋肉痛になったんやろ、ほんまに。ダンスだって NMB でいうさ、らしくないのサビを踊っただけの量ぐらいのさ、あのダンス量だったのにさ、あれだけ筋肉痛になって。やっぱミオンとアーノは絶対そんなことなかったもんね。やっぱもう普段の運動不足がもう全部出た。本当に、いやーありゃーなんでやろな。だってほんと単純な動きしかしてないんだよ。客席に背中を向ける斬新さ。そう、二面舞台だったからね。あれはさ、2回ぐらい見たくなるよね。こっちからとこっちからね。見て、かゆいかゆいかゆい。なんでほら赤チークなったみたい。今回の朗読劇はこれから、だから来週、今うん土曜日か、来週に多分みんなで集まってその立ち位置つけて稽古するっていう感じだと思うから、まだ分からんのですわ。なんだろうねこれ、かゆいね。なんやろ
まあいいでしょう。アーノンにキャリー入れてたし、見てくれたのね、ありがとう。あー、感想かな。みかん食べて潤ったはずなのにな。髪色素敵ですね。いやいや、プリンになってきたべ。なんか最初めっちゃ赤だったのに、これ何色？赤茶色みたいな。どうしよう次。手の甲のケアって忘れがち。まあ、確かにそれはあるかもしれない。ショートカットね、そうショートカットにしたの6月なんだけどさ、そっからほらだいぶ伸びたくない？だいぶでさ、私2年前ん2017年の1月末にショートカットにした時に、あのめちゃくちゃ頑張って伸ばして、2年半で腰ぐらい、腰上ぐらい、腰上は言い過ぎか、何背中のとこまで行ったのさ。だから今年の6月にはどこぐらいまで伸びてるか楽しみ。マジ髪の毛乾かすのに20分かかるの、いつもどんなに頑張っても。だからこっちで乾かして、こっちからも誰かに乾かしてほしいぐらい。毛の蜜がこれが、えっショートカットリナッチイケメンすぎただって。なーにを言ったんねん、ありがとう。臨床期の時はあれはボブですね、ボブの女の子、あれ可愛かったよね。でもショートカットはね、こっちだけ跳ねるから本当に大変だった。今もさ、この癖ついてるでしょ、今日アイロンしてないんですけど、このこっちだけこう入って、こっちはほらほら、え、わかる？わかる？これほら、こっち今日両方アイロンしてないんだけどさ、こっちだけなんだろう、こうなる。だから短くてもこうなる。でもこっちはこのストレートのこのまんまだから毎回困ってた。うん、アイロンしろよなこれ。姫っぽくていいって、ナイス褒め言葉ありがとう。くせ毛ね、こっちだけなんか寝てる方向があれなのかな、なんでかわかんないけど。みんな起きて、みんな起きなさい、起きれ、起きろ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 、みんな。もういないっぺ起きた。私も寝るぞ。あ、マスカラつけてんの、目こ
リアルにね、もう落ちかけんなし、よそ見はぁ、なんか、なんてこと。どうしよう、終わり時がわからんくなってきた。どうしよう。え、ぴょんぴょん飛んでる飛んでる飛んでる。我慢できず。分かった、タコが好きなのね。え、そう、切るタイミング失ったお風呂から見ております。絶対音聞こえてなかったじゃん。え、そう、時間決めるとか時間決めてないで。まだ早い。そう？困ったな。どうしようかな。どうしようかな。みんなどうしたい？みんな寝るのかな。あ、絶対寝た、絶対寝た。寝るの？聞こえないよね。絶対寝たじゃん。絶対寝たじゃん、ばあちゃん。みかん今日2個食べた。スプラトゥーンはどうなった？どうなったか。いつもギリギリの状態です。いつランクが落ちてもおかしくないところにずっといます。あ、テレビにつなげてやってないです。つなげるようにするにはもう一個さ、なんか本体の本体みたいな持ってこなきゃいけなくて、それは重いからずっとちっちゃい子の画面とコントローラーでやってます。隠しキャラなんていないんじゃない？タイもゲームもファイティーンやで。ありがとう、ありがとう。ネイルはちょっとだけ。本当これピント合わないよね。どういうつもりなん？こことここだけストーンつけてて、あとこっちにもストーンつけてる。近々変えようと。そう、ショールームさ、みゆきの見ようと思ったらもう終わってた。
リナッチはブログの時によく使ってたでしょ。グーリナッチはあのググダスのグーですだからもうグーリナッチは消滅ですよ。グーリナッチだって使わないし、恐竜もう作ってない。ええ、自分で埋めたいや、あの乗っけてる、乗っけて透明の液を乗せて固めてる。ググタスなんて知ってる人ほんと限られてるよね絶対。だって何年前かに終了したでしょサービス。勝利ナッチ、いやいやいや、なんならあのこれさ配信中の私のツイッター見てほしいんだけど、リナッチのお部屋だっけでハッシュタグ一応つけてんだよ。自分であの自分でそれでツイートすればいいんだ。そうしたらさ過去のさ配信ので毎回画像上げてるからすぐ見れんのに。うわあ、今日からやるか。ああ、やってしまった。リナッチの部屋かリナッチのお部屋かどっちか。うん。リナッチのアジト。それはまたちゃうやろ。そうそう眠くない？うん？うん？どない？リナッチの部屋と釧路リナで終わったらツイートしてる。好き！ありがとう。眠くないにビクってなるだって。メガトロロ覚えてる人おるかな。皆さん寝てますか。おーい声聞こえとる？さてはみんな無音で見ているな。明日会社鍵開け？マジ？12時ぐらいに開けちゃえば？鍵開けはきついね。聞こえてるって。12時に開けたら出るだって。あらまあ、でもいいじゃんみんなその方が。その間カフェでさ、おいいつ来るんだって言われて、あー12時くらいですねすいませんとか言って、絶対そしたらみんなの出勤がこれからも遅くなる。おやすみのキッス。うわひどいうわひどい。ハートドキドキ。
限界、おやすみなさい、だって。いやー、いやー、おやすみ。じゃあ私も寝ようかな。え、どうする？ほんまに終わりが見えへん配信になってしまった。じゃあ先にさ、みんながさ起きてる間にさスクショするからさ、ポーズ、何かご希望があればコメントに書いてください。え、なんでみんな土曜日なのにそんな眠いの？何、私の話し方があるか。おい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 、はい、一人目来ました、いくよ。取った、絶対取れた。ぶりっこしてください。イヤホンで聞いてるから急な爆音はやめてね。わかりました、今来たよ。でもね、今ね終わりに向かってるの。はい、2個しかポーズしてない。うん、おーい、どうしよう。最近は何が流行ってんだろうな、ポーズ。こうで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 、うん、こうでしょ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 、こうしょ、こうしょ、うん。撮ってな。チューハートって何？チューハートって何？チューハートって何？知ってたらください。知らないです。私も撮ろう。いつも片手と同じポーズ。自分で取る、手で丸を作って、あー高所できひん。あれで上手な人超上手だよね。そうなんだ、わからへん。
で昔やったな。ピンクじゃないよ、紫だよ。で、まあやったな。1000人超えたって。ちょうどじゃあ終わりが近づいてきて、終わりのタイミングがやってきた。ん？さっき一周やってた頭にピース？これ猫だよ、猫。知ってる？猫。猫。にゃんにゃんにゃこ、にゃんにゃんにゃ。写メ会で一番やったポーズは？イナッチ向いた方がいいか。え、でも他のファンの人には必ず笑われるほくろビーム、これをまっすぐに刺すだけなんですけどって言われる毎回。しか、はいはい、右ゲーム中の顔絶対見せられん。もうだって絶対このやばい人だと思った。こんな可愛くないじゃん。こっち見て、よっしゃ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 ってやってる。いただきましたか？ありがとうございます。じゃあみんな起きて、壇上にいる人も起きて、ランキングを読もうと思ってるんですけどいいですか？お、どうかな。はいはい、わ、起きたいや、こりゃ寝てる人いる、寝てる人か、それかあんまり普段からコメントをしないか、どっちかいな。じゃあ行くよ、ちゃんと聞いててね。いくぜー。13位、ハートはドキドキ。12位、ヤマちゃん。11位、リュベルさん。10位、ナカちゃん。9位、ティムさん。8位、ザッチくん。7位、カネシャン。6位、うどんパパさん。5位がまさくん。4位が岡本たかしくん。3位がやんさん。2位がマッキー。1位がとんちゃんでした。どうも皆さんありがとうございます。ありがとう。よいしょ。さてさて、いつの間にか配信が終わってたなんて人ももしかしたらこの中にいるかもしれませんね。みんなありがとう。お、1000人も超えてありがとうございました。また明日、明日何時かな。あ、そうだ、明日稽古なんだった。そうだそうだ、忘れるところだったみんなもちゃんと寝てね。ありがとう。ここマイクかな。みんなおやすみ。こっちかな。みんなおやすみ。ありがとう。おやすみ。はい。じゃあ明日も仕事ですか。頑張れ。グッドナイト。
ちらこそ見てくれてありがとう。じゃあ。